倉敷市、玉島地域、長尾町尾は、岡山県倉敷市玉島地域にある地区である。かつての浅口郡長尾町にあたる。住所表記における、玉島町尾、玉島つまさき、新倉敷駅前からなる。北から見た、駅周辺の新市街地あたり地区は、倉敷市玉島町尾、玉島つまさき及び新倉敷駅前1丁目から5丁目から、なり、 玉島旧市街の北に位置する長尾小学区にほぼ相当する。山裾の長尾町旧市街は駅の北側を曲がりくねって走る旧玉島往来沿いにあり、古い町や生子壁を張り巡らした土蔵等が残り、旅や線行等の産業で栄えた王子の面影を残している。高橋川の右岸に位置し、北部は丘陵地、中南部は 平地となっている。平地の大部分は17世紀前半以降に干拓し、開かれた。1889年に、浅口郡長尾村と爪崎村が合併し、長尾村、1925年に、調整施行し、長尾町、1953年に、多摩島市編入合併した。1891年に、山陽鉄道多摩島駅が爪崎中部に開業。 にわかに交通の要衝として発達した。1975年に新幹線と接続し、新倉敷駅へと解消。1985年に南部に国道2号バイパスが造成され、1988年には東部に山陽自動車道玉島インターチェンジも設置された。 新倉敷周辺は区画整理事業などにより、新興市街地としての定裁がなされた一方、長尾市内の旧長尾町中心部は未だ古い街並みが残り、昔の佇まいも見せている。明治期より、線香や旅の家内工業的生産が発達。線香は、周辺で栽培が盛んであった女中菊と結びついて生まれた産業である。前世紀より減少したものの、 2011年現在も、製造は続いている。北部のなだらかな丘陵地では、桃やぶどうなどの果樹栽培が盛んである。長尾の町並み長尾地域東部を占める。丘陵部及びその内の区部は、古代においては、浅口群線尾郷の一部であったと推測され、近世の初めまでは、海が湾入し、西高橋川の川口西部沿岸地帯であった。 それ以内の平野は近世における干拓地である。元那年間に前に行った内神殿が造成され、続いて、官営初年に、外、日田、万事二年に万事神殿が干拓された。官営19年、松山藩主、水谷勝隆の所領となる。外、日田や万事神殿は、水谷氏の開発である。元禄6年、水谷氏が女風となる。 徳川幕府領を経て、元禄十五年、丹波国亀山藩の飛び地領となる。玉島から松山までを結ぶために美袋から玉島へ、至る街道の玉島往来が当地を通過し、その沿線に町屋が多く立ち並んだ。現在も当時を忍ばせる景観をとどめている。当地には、天正年間から、おの市一族が住み、 江戸時代には道家を訪れる、文人木閣が多く、雷山陽などもしばしば往来している。また、幕末の歌人木下高文、不戦流柔術の達人、田辺虎次郎なども、当地から排出している。1889年6月1日に、爪崎村と合併し、長尾村の大技長尾となった。1891年には、西の爪崎に、 山陽鉄道玉島駅が開業し、それまでは農村地帯であったが同駅から、当地の中心である玉島往来沿線の街並みまで、商店が多く立地した。1988年には、東部の船尾町との境界付近に、山陽自動車道の玉島インターチェンジが設置された。現在は、古くから、もの商店よりも、周辺の整備された。 幹線道路を中心とした郊外型店舗などが多くなっている。かつては米、麦、イグサ、女中菊などの農産物として生産され、近世には綿花も多く栽培された。その派生で近現代では、線香や旅、花むしろや畳表のなどのいぐさ加工品などの製造も盛んであった。新倉敷駅北口にほど近い丘陵地には、 倉敷作用大学があり、駅から大学へ続く道路の歩道には、カラー舗装と街路樹が整備されている。天然温泉倉敷の湯長尾地域の西部にあたる。近世の初めまでは、西高橋川の川口西部沿岸地帯であった。高橋川の堆積作用により干潟が広がるようになり、寛永19年に当地を領有していた松山藩主、水谷勝隆は、 干拓を計画。上皇年間から干拓に着手し、明暦元年にを止め、万治2年に第一期工事を終え、神殿を開発した。ついで落島よりの沖合を干拓し、漢文8年に完成。これらの日立地帯は、玉島村として併合された。その後に、枝村として、北部を爪先村、東部を上成村として分割したが、 その年代は不詳である。元禄6年、水谷氏が、女風となり、江戸幕府領となったが、元禄15年に爪崎、上成と共に、丹波国亀山藩の飛び地領となる。三宅千秋、備中の神殿開発では、1877年の爪崎村は114丁一旦7世20歩であった。1877年10月30日、 爪崎、上成、玉島の三村が合併し、玉島村となったが、1881年に、元の三村に分村。1889年6月1日に、長尾村と合併し、長尾村となり、同村の大技爪崎となった。1891年に当地に、山陽鉄道玉島駅が開業し、それまでは、 農村地帯であったが駅周辺は市街化が進行した。現在は大型幹線道路の整備と新倉敷駅前の区画整理、近隣への大学の進出により、それ以前より増して市街化が進行している。地域南部を東西に1985年に造成された国道2号バイパスが通過している。新倉敷駅南口から見た新倉敷駅前。 前述の爪先の中南部に位置する新倉敷駅前にできた新港市街地である。区画整理が行われ、爪先から独立した新住所新倉敷駅前となった。地名に玉島を関しない新倉敷駅南部にあたる玉島爪先の一部は区画整理事業により新倉敷駅を中心に新市街地を形成している。また、 2005年には区画成立域内が新倉敷駅前1丁目の5丁目に町名変更された。平坦な南口一帯は整然とした外区に大型店や専門店に金融機関が集中する玉島地域を代表する商業地区として成長を続けている。中世は亀の海と木々の中海の境目にある入江にあった東地区は江戸時代初期に 備中松山藩主であった水谷氏の神殿開発により沖合が長尾神殿と玉島神殿となり現在の地域がほぼ陸地となった。神殿開発当初この一帯は備中松山藩領であったが水谷氏の海域により東の船尾村とともに江戸時代終焉まで丹波亀山藩領となった。かつて丘領地の反対側には 旧山陽道が通り、山陽道と瀬戸内海を結ぶ海岸沿いの村であったが、陸地化して、以後は高橋川から玉島港への高瀬道市と呼ばれた水路を経由する物資輸送の中継地として繁栄。その後、江戸時代末期には、綿花と小麦に加え女中菊の生産が盛んになり、旅や線香と伐漢さなだの一大産地になった。 明治時代に山陽鉄道の開通により、物流の中心が船から鉄道へと移っていくことで、当地区は玉島地域の交通の拠点へと変わっていく。昭和時代の高度成長期の自動車普及に合わせるように道路網が整備された後、新倉敷駅南口の区画整理が行われたことで、急激に市街化が進んだ。そのため、平野部は、 農地の多くが宅地化されていったが、線香や旅の生産は、現在も行われている。平成24年9月末現在、長尾地区を含む多摩島地域は、倉敷 MA に属し、市外局番は086。これは、倉敷市の他地域に加え、筑波郡林島町及び岡山市南区の一部と共通となる。全域が、 浜島郵便局の集配担当区域にあたる、山陽自動車道西日本旅客鉄道長尾町に関するカテゴリー、ありがとうございます。